はい、双子座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月8日新月から8月22日満月までの2週間の流れをタロットカード中心に見てみたいと思います。はい、新月って毎月ねやってくるんですけど、新月から満月って本当物事を決めて何かスタートしていくっていうのにふさわしい時なので、どんな流れをね自分の生活の中に取り入れていくといいかっていうのを、まあ、タロットを中心に見て何かしらヒントを得ていただければ嬉しいです。特にこの8月8日の新月って、まあ、獅子座で起こる新月なんですけどね、獅子座っていうのはこう喜ぶとか表現するとか、何かこうクリエイトしていく、育てる、選択する、チャレンジするみたいな、こうすごくわーってこう太陽に向かってこう開く、ひまわりの花みたいなわーって開く感じのエネルギーの時なので、何かこう皆さんにとってね、こう生活の中とか心の中にそういう明るい花が開くような、なんかきっかけがあるかなって期待するんですけども、まあ、それをそれは皆さんにとってそうなんですよ。それが各星座にとってどうかなって言った時に、まあ、ちょっと双子座さんに向けてのメッセージとしてタロット見てみたいと思います。はい、タロットはね、気づいたらすぐに変えることができますので、未来もね。戦車ですね。まあ、この8月の、双子座さんのエネルギー、一番強調されているのは情報収集とかコミュニケーションなので、何か知的好奇心はね、非常に回ると思うんですよね。まあ、その中でどんな喜びが開くのかなと思うんですけど、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、見えなかったらすいません。ページソード逆とジャスティスですね。そしてキングのカップ逆とラバーズとタワー、そしてキングペンタクルス逆と、吊るし人ですね。ペンタクルスのページの逆とワンド5の逆、そして、オラクルが、ワンドの9ですね。なるほど。そうですね、まずそうですね、ちょっとまあ私の中ではね、まあ星がまあ天気予報で、このカードっていうのはその人の心境から来る、まあ、潜在意識の可能性を見ているっていう感じで両方で見てるんですけど、やっぱりその星の運勢がいい時とか仕事運特にいいですよってなった時に、本当のいい状態に持っていくために消化しなければいけないことってあったりするわけですよね。なのでそれが例えば心の引っかかりとして、自分のこうクリアにしなきゃいけない問題として浮上してくることもあるので、なんとなくカードで見た時に精神的にやっぱり落ち着きにくいのかなっていうのがあって、例えば人は誰でもそうですけど、こう優しくされたりとか、なんか本当に守られてるみたいな感覚でいるとすごい安心して自分の力を発揮するってあると思うんですけど、ちょっとこの1ヶ月って、まあ、1ヶ月というかこれは新月から満月の2週間なんですけど、2週間ってなんか一人で戦っていくのかなっていう感じがするんですね。だからそれってちょっとすごい緊張しますよね。仲間がいるとか味方がいるとかだったら頑張れるけど、なんかこう味方だと思ってた人が味方じゃなかったのかなとか、いやここはなんか自分一人でやりきらなきゃいけないんだみたいなね、そういうちょっと風当たり強いかなっていう雰囲気の中で、もう自分の力試すしかないって感じがするんですよね。でそういう時っていうのはやっぱり甘やかすだけじゃなくて、やっぱり宇宙も飴と鞭っていうかね、こう自分の本当に強さを自覚するためには一人でやらなきゃいけない時もあるみたいな感じがあるので、ここはちょっと頑張ってください。で、注意する点とすると、みんながみんな全てが敵ではないのでね、若干ちょっとそういうふうにちょっと疑い深くなったりとかしたとしても、たまたまそれは一つのプロセスの中の一部っていう感じで、まだまだ続きがあるんですけど、今この段階ではなんかあの人によく思われてない気がするとかね、そういう昔は優しくしてくれてたのにあれなんか厳しくなってきたぞみたいなのあるかもしれないけど、それってもしかして自分を育てるためにあえて
手を出さないとか、あえて一人でやらせるっていうこともあるかもしれないので、まあ、これ恋愛にしても仕事にしてもね、何にしても、もし今自分が一人で頑張ってるんだと思って思う気持ちがあるなら、まあ、これはあえてのことなんだなと思ってこの2週間頑張ってみてください。そしてそれをこなす力を今鍛えられている段階なので 100% できなくてもいいです。とにかくやってみようっていう、やってみようっていう挑戦ですよね。それができたら OK です。なんとなくこうオラクルがワンドの9っていうのはまだまだ準備不足なんだとか、もっともっと自分がちゃんと準備しないとことは進まないんだっていうふうに思いがちなんですけど、もう十分ねここまでの経験値でできると思うので、今の状況でできることをやってみてくださいね。そして現在はまあ、とはいえここまで本当うまくやってきてると思うんですよ。で声かけてくださってた方とか優しくしてくださってた方もいると思うんですけど、それがずっと続くかというとそれは違うので、もしかしたらここからちょっと一人で頑張るとかね、一人で挑戦調べるとかいうことが出てくるのかなって思いました。今現在はラバーズっていうこのすごく、まあ、恋人たちっていうカードが出てるので、すごい楽しいとか新しい可能性とかそういうのはあるんですけど、なので新しい出会いとかね、いいきっかけとか話はあると思いますよ。でもその人におんぶに抱っことかではなく、やっぱり自分の力とか自分の感覚、自分の知識っていうものを縦にしていくっていう感じがあるので、ここはちょっと頑張ってくださいね。このタワーっていうのはいい意味で衝撃っていうか、いい意味で気づきがあるので、まあ、こういう衝撃ないと人は成長しませんから、何かってびっくりしたりすることがあったらこれかと思って超えていってください。でそれが自分が本当にキングのペンタクルスっていうのはすごくこう自信のあふれる物質的にも精神的にも満たされている人になるためのプロセスなんだなっていう感じです。はい。で、その後ちょっとまたハングマンって吊るし人があるので、やっぱり昔の子供の頃の自分の感覚と、その自分が本当に落ち着いて何でもできる、安心できる、優秀な人っていう、その感覚のギャップって絶対あるのでね、そこをどう埋めていくかっていうのは自分の思考を回転させてみないと、逆にしてみないと分かりませんよっていうことなんですよね。今までと同じような感覚で物事を見ていてはそれ以上は進めないっていう感じなので、まあちょっとここで視点を変えてみる、もうじゃあそっちの言うこと聞いてみようかみたいな、全く違うことやってみると大きな気づきがあると思います。なのでゴリ押しして進むっていうよりも、本当にちょっと今までのやり方変えてみるとかね、なんか戦わずして気づく方法があるのかなって思いますよ。もうこれも戦わないっていうふうに出てるので、やることたくさんあるんですけども、人ともたくさん関わるけど、あえて、まあ、その状況をこうちょっと俯瞰してみながら自分の価値っていうのをしっかりとゆっくりとじっくりと時間をかけて育てていくっていう感じなのでね、そんな風に思いました。はい、いかがでしょうか。もし何か質問とかあればコメントをお寄せいただければ、まあ、個人的な鑑定はできないんですけど、そうですね、何かこんなことがあったよっていうのがあったら教えていただけると嬉しいです。もう一枚ちょっとキーカード引いてみますね。なんか頑張り時ですよね。神聖さっていうのが出てきたので、これね、まあ、ちょっと絵を見ていただくと分かるかな。一人で作ってる世界なんですけど、でも本当は一人じゃないよねって、なんか大いなる自分とつながってこの現実世界を作っていくんだよねっていう感じなので、もうこれが出てるっていうこと自体がもう本当に今実は応援されてて、自分がねやっていく上でなんか味方がいないとか自分一人でやるしかないじゃないかって思ったとしても、実はもっともっと大きな力が導いてくれてるというか、こう応援してくれてるよっていうメッセージだと思いました。はい、そういう時がないとやっぱ本当成長しないし、もう一枚引いてみたらこうサクセスっていう成功っていうカードが出てるので、もう うまくいくんでしょうね、今頑張ってることが。やっぱり頑張ったら頑張った分だけの成果があるってことですよね。だからなんかこうおんぶに抱っこ的になんか頼っていくのではなく、自分の力を今頑張れる時だよっていうことだと思いました。はい、ということで何かしら参考にしていただけると嬉しいです。またこういったリーディング一緒に勉強してみたいなとか、私もやってみたいわとか、または個人鑑定してもらいたいという方は、もう私メンバーシップの中の方だけにしているので、まあ、興味がある方は概要欄から詳細チェックしてみてください。ということで今回もありがとうございました。また次回は8月末頃に
あの22日はちょっと間に合わないと思うんで、それ以降は8月末頃に9月の動きを星の解説中心にさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いい時間頑張ってください。はい、失礼します。